There's more? Aren't I done yet? さて、今回はおまけとして、まだ見ぬ LJN のゲームを少しだけ紹介しよう。まずは、ファミコン版メジャーリーグベースボール。野球好きのファンもわかる通り、野球のゲームがそのまま家で遊べてしまうゲームだ。任天堂製のベースボールとはかけ離れた内容になっているが、とりあえずゲームの説明をしよう。プレイヤーは、アメリカの野球チームを操作して、コンピュータやったりで楽しむといった感じのゲームである。バッターと守備、2つの操作を駆使して、ゲームを進めていく。バッターは、相手が打ってきたボールを打ち返し、その間にバッターは1塁、2塁、3塁といった形で、得点を稼いでいく。守備は少し難しめ。任天堂は、コンピュータが取りに行っているのに対し、LJN は自ら取りに行かなければならない。だがこのゲームバランスは優れているようで、そこそこは売れたらしい。次に紹介するのは、スピリット・オブ・スピード1937。このゲームは、LJN がセガのドリームキャストに出した、最後の LJN ゲームである。古きレースカーを操作して、ライバルと競争していくといったレースゲームである。しかし、このゲームの販売本数は、たったの87本だった。これは一体どういうことだろう。その問題点は、約50秒もかかるロード、無駄に凝った設定、操作性が悪いといったもの。嘘じゃないかと思うかもしれないが、はっきり言ってしまえば、これはリッチレーサーの劣化版としか言いようがない。ダメだ。LJN の良ゲーが、一個も見つからない。誰か良ゲーになっているものはいないのか。と思ったら、何かがやってきた。このゲームは、タウン&カントリーサーフデザイン、というゲームだ。このゲームは、サーフィンボートや、スケボーに乗ったゴリラが、ステージを駆け抜けていくアクションゲームである。このゲームは一応、続編が出ているが、人気だったのがその第一作。だが、まだ足りない。もっとだ、もっといいものはないのか。また何かが出てきたぞ。これは、スパイダーマンのゲームではないか。このゲームの名前は、スパイダーマン&グエノム、マキシマム・カーネージ、という、スーファミのゲームである。カットシーンはアニメコミックスの一部から吸い出しているとの問題点はあるが、BGM がとにかくかっこいい。操作性は悪くないし、グラフィックも綺麗だ。ゲームバランスも、何もかもが完璧だ。そうだ。私たちは、いいものを見つけたのだ。一応言っておくが、このゲームは唯一の、LJN の良ゲーである。Oh my god! They did it! They pulled through! Oh my god! They made a game! It's not a steaming pile of fucking shit! Oh my god! They did it! They made a game! That's not shit! I found the gold at the end of the rainbow! Oh, maybe it's not gold, maybe it's bronze or something, but...They made a game! It's not shit! It's not shit!